北海道の炭鉱住宅の特徴をよく残す、住友本物炭鉱の住宅費とともに、町営住宅として残る、旧大鉱住宅大鉱住宅とは、主に炭鉱周辺に形成された、炭鉱労働者用の住宅のことである。明治期の甲府は、納屋制度をベースにした、甲府納屋と呼ばれる劣悪な住居に住んでいたが、労働法が整備されてゆくにつれ、大正期には、荒金夫社宅、 戦時中の国家統制期には炭鉱労務者住宅、そして戦後の経営者生産期には炭鉱住宅へと移り変わった。王子の石狩り炭殿や筑豊炭田などの炭鉱都市周辺には数多くの炭鉱住宅が存在した。これらは炭鉱会社により建設され、光熱費を含め住宅費は無料であり、現物給与、福利厚生的な側面も強かった。 単住との略称がよく用いられる。かつては木造の長屋形式が主体であったが、戦後には急速にアパート形式の集合住宅が建てられた。1916年に建設された日本最初期の鉄筋コンクリート造りの高層アパートは三菱高島炭鉱の炭鉱住宅であった。多くは長屋の住宅団地街として存在していた炭鉱住宅は、 1960年代以降のエネルギー革命による石炭産業の衰退とそれに伴う炭鉱労働者人口の減少などに従って、いずれも消滅あるいは縮小の運命をたどることとなった。取り壊しにより消滅したもの、廃屋として残るもの、あるいは公営住宅や改良住宅へと変貌を遂げたものなど、様々なその跡が確認されている。 北海道夕張市の夕張市石炭博物館、福岡県田川市の田川市石炭、歴史博物館、山口県宇部市の石炭記念館などにおいて復元された炭鉱住宅を展示物として見ることができる。ありがとうございます。